いきなり飛んできました。練習場シリーズ第何なんか忘れました。たくさんやってます。どれかねヒントにしていただけるといいかなと思います。はい、テイクバックどこに上げていいんですか、どこに上げればいいんですか、どうすればいいんですかという質問がよくありますが、今日はそんな悩みを持っている人にきっといいヒントになるのではないかと思います。やってみてください。テイクバックの方法にこう悩む時があるんだよね。どうやって上げたらいいのかなって。調子いい時っていうのはなんか全てが自然にいってるからあまりそういう小さいことにこだわらないんだけど、なんか打てなくなったり当たんなくなったりした時にどうしてもそのテイクバックの最初のとこに意識が行き過ぎてしまう。行き過ぎるんだけどどうやっていいか分かんなくなってしまうことがあって、例えばボールがあるよね。そしてその後ろにクラブのヘッドがセットされていて、10センチまっすぐ、30センチまっすぐ、開くんだっけ、クローズだっけ、いろんな方法でこう迷う。ヘッドだけを考えて本体の方のことを忘れちゃうから、やっぱりその一番大事なことがどんどんこうなくなっていってしまってドツボにはまっていく。だからそんな時にちょっとこんな方法はどうかなと、考えたものがあるので、それがあなたに当てはまるかどうか分かんないけど、もし調子悪くなったらちょっと試してほしいことを今から話します。ちょっと、乱暴な方法かもしれないんだけど、こういう風な形でクラブのヘッドとボールが見えてるよね。まあ、通常後ろに引いていく姿を見ながら、こうだったっけなああだったっけなっていうふうにこう考えたいんだけども、この場合はですね非常に斬新なんですけど、この線、この線リーディングエッジだね、こういう線をちょっとイメージしてね、こういう線だよ。今まで多分みんなこういう線とかこういうちょっとなんていうの、多少インサイドに入るぞって線を意識してきた人たちはこっちかいと思うかもしれないけど、この線を意識しまして、この線をですね、ですか、この線に沿ってヘッドをぐわっと引いていくと。こんなんでいいんですか、こんなことしたら体に刺さっちゃうじゃん、打てないじゃん。ところがいいですか、この時に気をつけるのは右の上腕をしっかり締めた状態で、そしてスッと後ろにグッと引いていく。あれ、ほら収まるじゃん、不思議、なんでここに来た。あ、こっちへ引くとさっき言ったよね、なんだか分かんないうちに手先ばっかりの話になって、挙句の果てに頭が下がる、肩が前に出る、いろいろなこの体の弊害が起こり出すんだね。そんな時に試してみてほしいのは、さっきも言ったけど、この縦の線に、縦の線にクラブのヘッドをいきなり後ろにスッと持ってくる。まあもちろん、なんだろう、慣れてくればね、また変えていいんだけど、わざわざ人間こう自分で倒れるなんてことは絶対しないから心配しなくていいよ。この三頭筋という筋肉がね、ガッとガンガン、この筋肉とその後背筋ね、ここね、ここでしっかりガッと締める。これ約束ですよ。これがなかったら引いたら後ろ行っちゃうからね。ここでしっかりブロックすることでクラブを縦に後ろに引いた時にちゃんとこの肩は回ってくれるんだね。この肩が回ってくれることでここに収まる。あれ、いいとこに収まってるじゃん。もう一回やるよ。こう引いていくと頭が下がる。ところが線を自分の目の前にこう縦線を引いて、縦線に沿って、あれ、こんな感じ。どうですか。例えば縦に引くっていうのは分かりづらいよね。そんなこと話聞いたことないわけだから、いきなり言われてびっくりしてるでしょうけど、こう構えてこういうクラブをが縦に今揃えられているけれども、こういう線があるイメージをして
クラブのヘッドを揃えた時にこのクラブのリーディングエッジがこの線のどこかにスッ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 とこうはまっていくというイメージでね、まさかまっすぐ引いたらお腹に刺さるからこれはないよね。右の脇を締めて、そしてこの線にリーディングエッジがスーッとついていくような、もう一回やってみようか。スーッと後ろに、まあ、本来はこのような形でテイクバックはされるわけなんだけども、まあ、テイクバックに迷った人たちのためにちょっと斬新ではあるけれども後ろへ引いて、ただ右の脇がしっかり締まっていればこの後ろに引く作業が実は右の肩をちゃんと回転、正しい回転に持っていく助けになる。見てて、右の肩ほらちゃんと右の肩が後ろに行く、そして右の股関節が後ろに行く、そして右の足が踏ん張れる形の手助けをしているわけなんだよね。今までこう、ね、自分の右の方にヘッドを動かそうとしていたものがいきなりこうこっちですかって話になった時に頭の中パニックして、そんなことできるわけないじゃない。ただゆっくりやってください。例えば本当にあまり飛ばさないようにね、こういう線を意識してこうこうこのぐらいでいいと思うんだよね。慣れてくるまではね、こういうふうに。ところがね、本当に面白いもんでね、今ね動画を見ていると私がそれをやってるって思わない。そうでしょ、やってるんですよ。まさしくリーディングエッジを真後ろにこうやっていこうと、そうしてるわけだね。リーディングエッジを自分の体が真後ろにスッと引こうとすると、この右の肩が、右の股関節がしっかり後ろに入っていく、入っていく、こういう形ができる。不思議だから、本当にやってみてほしいんだよね、うん。いいよ、これ、本当。